いらっしゃい大将雨は降ってないのに店内がにじんで見えるのはなぜうちの森岡がやめちまうからだよ俺も泣いてるよ中田入信の「オールナイトニッポン」モバイル 中谷悠心です、えー、第61回目が始まりました、えー、大阪府松原市出身世界の皆さんにも歌を届けられるよう日々精進している21歳のシンガーソングライターでございます、えー、今日もワイワイいきましょうワイワイいけないんですけれどもねまああのー まあいつもここでフリートークを結構するんですけれどもなんかこう何喋ろうと思ったんですけれどもしょっぱなからこう今日のテーマをちょっと触れてしまってるのでフリートークは結構ね僕ちょっと無視して今日は本題に行こうかなと、えー、思います、えー、さあごくごく内輪の話ですけれども 番組からお知らせがございます、えー、昨年4月この番組をゼロから立ち上げてくれた森岡ディレクターがこの番組を去ることになりました、えー、理由は失恋 <laughs> ということだそうですが <laughs> 自分勝手な理由ですね <laughs> 今日は森岡ディレクターさよならスペシャルと題して森岡さんといろいろ話していきます、えー、どうぞ森岡さんはい、えー、中谷雄心の「オールナイトニッポンモバイル」を聴いてる皆さんはじ、えー、めましてディレクターの森岡です えー、ちょっと失恋したということであそうですよねちょっと悲しげな表情がうかがえますけど、ね、まあ, <laughs>、まあ、あの正直なところ言うとあの会社の、はい、サラリーマンなので、はい、移動という,、まあ、会社のそう移動がちょっとありまして、はい、残念ながら、はい、この番組のディレクターをですね卒業しなくちゃいけないという,、はい、と,いうところでもしその移動した部署で、はい、暇な時間があって僕が収録してる時があったら遊びには来てくださるんですか、うん んどうかなでなんですかん <laughs> でなんですかいや、あの、遊びに行きますあ。でもこれ、あの、日本放送で撮ってるじゃないですか。うん、だから、会えないということではないので。そう、会社にはいるので、はい。いつでも会えます。はい。その、全く会えないというわけじゃなくて、その、寂しくなったらね、うん、僕も顔出しに行ったり、森岡さんもお暇があって、優しい、 心があれば森岡さんにに会いに来ててくれるかなと思っておりますので、はい、ぜひよろししくお願いします岡さんの説明をするとあのさっきちょろっと言いましたけども何もうこの日本放送で「中田入信のオールナイト日本モバイル」っていうものが、まあ、ラジオ番組がスタートしたわけなんですけれどもそれまではもうラジオ1回2回ぐらいしか僕出たこともなかったんで。はい だからもうほんとゼロから立ち上げてくれたディレクターさんですねしかもよく普段も飲みに連れて行ってくださったりしたし僕の「キャンディーキス」というミュージックビデオにも出演してアドリブの先生役をね演じてくれたんですよね。うよねもうぶっちゃけその生まれてこの方はい、はい、まあ ディレクターで球を振ったことはあるけれども自分が演技をする方はやっとってなかったから <laughs> でもめっちゃ褒められてたじゃないですかまああれでもダメなんだけれども最悪の事態は避けられたなっていうよう形で,で森岡さんから見てどうなんですか普通多分初っぱなの、うん、多分下手な演技とかしちゃうとこそばゆいもんじゃないですか自分の演技を見るとあれどうだったんですか気持ち悪いな <laughs> <思>うやっぱそうんですか <laughs> 自分のことをテレビで見ると気持ち悪いなと思う いやでも、あの、普段は裏方なんでね、顔は全くあの皆さん見えないと思うんですが、まあ僕のその作品に一緒に出ていただいたということで、あの、キャンディーキスの PV を見た方は、えー、顔も一致するかなと、えー、思います。えー、よく考えたら、僕は森岡さんのことはあまり知らないかも。うん。え、知ってる気がするんですけど。いろいろ聞いていきましょう。はい、あと、知らない僕。何歳 ?35。えっとね 38 <8? S 2> 今年あ違う6月7日だから今日誕生日やえ、うんマジ喜んでいいのか悲しんでいいのか分かんないじゃん喜んでよいや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 ああ今38になったちょっと下調べ不足で誕生日プレゼント買ってきたらよかったあそのギターでいいいやちょっとあのね <laughs> 食に関する大事なものなんて <laughs> <laughs> 三十八になりました。今度はじゃ、あの、買ってきます。三十八。僕なりの。おしゃれなやつを、えー。独身でしょうか。まあ、これは僕知ってます。独身です。独身三十八年目という。九年目。独身貴族を。独身。はい。あえて独身なんですか。これは。うん。まあ、そういうことにしといてください。あ,あ、わかりました。はい。持て、はい、るけど、一応、あの、独身を演じてるという。方で、日本放送の社員。うん、<laughs> あ、社員ですよね。社員です、えー。入社はいつ。 入社ねでも大卒じゃないですか僕ねあの大学行ってその後とね、はい、大学院行ったええ。で大学院でずっとあの遺伝子の勉強しててじゃあ研究職でそうそう,そう研究職でだ完全にその同期は製薬会社行ったり食品メーカー行ったりしてるんで同級生の話は全く合わないえじゃあなぜ日本放送を選んだんですかうーんやっぱラジオは好きだからしかないんだけども い行,行きたくなってあのー、三級大学ってピタリさん <laughs> 僕あのどこの大学行ってるか知ってるんですけれども、うん、あれ東大ですよねそうそう東京大学東、ね、京大学で大えイ,インも東大<ん>もちろんそうですそのそうですえだ僕あんまよく知らないんですけれども東京大学に受かる難しさとインに行く難しさどっちの方が難しいんですか うん多分ね大学入る時の方が試験はいっぱいあって難しいんだけれども大学院はもう試験というよりはもう自分がどんだけ何をやりたいかが大切なのではあはまあやりたいやつが行けばいいんじゃないのって感じでだから試験はそんなに難しくないあ,あじゃあちゃんと目的を持たないと行く意味もないみたいなまあそうだね <laughs> いや大学院行くなんて僕もだその代わり、えっと、大学院を卒業した時に えと日本葬に入りますって決まったらはい、はい、教授に言われたのが、はい、まあ今までその当然その遺伝子関係の勉強をしてるから制約とかはは場合によっては艦長、まあ、と省,はは省庁が肉だろうっていうふうなことを多分教授は思ってたんだけれどもはは日本葬ですって言った瞬間にそれはどうやって。 勉強活かすんかねって言われていやー多分無理だと思いいます <laughs> いやでも生きるんじゃないですかそういうのが意外とまあだあのね研究してるから、はい、あの多分夜中遅くまで研究したりするんで忍耐力は多分ね使える力集中力と忍耐力は多分、はい、あと根性僕に欠けてるところですよね <laughs> まらだから今日中に言われたのが「君はね税金の無駄遣いだよ」って言われたんでそこだけはちょっと確かにいやでも日本放送って 言ったら、ね、一流会社なんでしかもなんか名前の自分の名前がついたなんかがあるそうこれ何ですかそれこそ研究のあそれね酵母の,、ね、の,の研究してたんだけれどもこれ全く面白くないと思うんだけれども、うん、油を分解できる酵母っていうのがいる。 えそれの名前なんて言うんですかあの、ね、ヤロビア・リポリチカっていうのがって <laughs> えそれ自分の名前入ってないじゃんそれ入ってないだそこの,、はい、あの論文をあの、はい、僕の先輩と一緒にあの書かしてもらったんだけれどそこの,オーサーのとか<ー>の作者のところに森岡って名前が入ってる論文って僕読んだことないですからねまずねまあ普通読まないよねいや意味わかんないですもんだって、うん、僕だって高校も勉強してないんですよ まあ、高校は勉強したいでしたょ一応し頑張りましたけど91、うん、で9がテニスだったんではいはいはい、まあ、最低限の歌やったでしょはいまあ現在このラジオのリスナーの方も僕がク,クできないの知ってるじゃないですか、うん、はい <laughs> J はい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 はねちょはと迷いましたい、ね、この間ねしまだまいは <laughs> あれあれ ?J? ひらがなの C ってどうやったっけなって思って、<laughs> あ、これの逆が逆かってなって。<laughs> J、はい。なるほど。はい。これ、これ、そのファンもらった方は、これでいいです、貴重なんで、<laughs> 逆に珍しいんで、もこれでいいです、みたいな。<laughs> え言ってましたけれども、えー、あ、そういえば、広島カープファンですけれども、なぜカープファンこれはで、ね、も完全に、あのー、自分の父親が、広島出身で。 あなるほどねでちっちゃいころ熱狂的なカープファンだったので、えー、カープが、ね、負けると、ね、家のブレーカーが落ちるのバチーンってきてもう「わしは大悲劇寝るわ」って言って寝るからお母さんが泣いてるの、ね、でカープが勝つとあの家が円満に住むからそこからなんか自動的にカープを応援するようになっていつの間にか知らないうちに俺もカープファンになってた僕も僕が阪神ファンみたいなもんですよねだからねそうだお父さんそうなの、はい お父さんはね、もうなんかね、俺が応援に行くと負けるから、うん、なんかこう我慢してずっと家でテレビ見てるんですよ。<laughs> ビールみたいな。全然<も>関係ないの。阪神やってる時はもう帰れないからテレビを、うん。はいはいはい。僕は見たいけど、<laughs> 兄とお母さんあんま野球に興味ないんですよ。そうなんだ。はあ、一応阪神ファンだけど、で僕とお父さんだけこうやってし、えやーとか言って、<laughs> 他はもうさーってなってるみたいな状態。えー、野球負けると機嫌悪くなる僕ですか、うん なんかねあの機嫌悪くはならないですけど、うん、スポーツニュースやっぱ夜10時11時ぐらい多いじゃないですかその頃になってあ阪神負けたっていう情報を知ってたら見ないですね、うんはいはい、それあるね逆に、はい、勝ったとなるともう何回も何回も見ます <laughs> うわこの鳥谷のヒットみたいなを一生見てるけど、うん、負けたらその例えばどんだけいいピッチングをしてたとしても見ない見ないね見ないっす この間も巨人にね菅野さんと秋山っていう阪神のピッチャーが0 1で負けて相当多分いいピッチングしたんだろうけどちょっと見れなかったねなるほど悔しくていい試合だったからねあれそうなんですか見てないんです僕いや大阪やってるんですけど東京阪神やってないからあんまりすよね番組の思い出話もしましょう高円寺の居酒屋から放送しましたねそうしましたね あの俺が住んでるのが高円寺だからその自分の知り合いの居酒屋に行ってちょっと収録させてくださいっつったらはい、はい、OK だよって話になったんで僕があの斬新な食レポをしてしまったところですよねすそうだよねゆを殺してるみたいな、ね、そうあゆを苦心させて炭火焼きをやってくれてるのに「<laughs> えー、今ゆを殺してるところです」<laughs> いいじゃないですか笑われて笑われってましたけどね <laughs> あとねなんかね味が味がんだっけな ボソボソしてるみたいな <laughs> それマイナスやんいけん最悪ですよね <laughs> 本当に僕の職人すんごいたん淡白でもなくて、はい、なんだろうねすごい上品な味わいですとかそういうふうに言えばいいのにはい、はい、ボソボソして「まずいですねまずいですね」とは言わないけれどもはい、はい、非常にあのマイナスな美味しいんですよ美味しいでいし、はい,いよくあるいい意味でなんとかみたいに そうね、僕なんか伝えようと思ったら絡ま回ってバカになっちゃうんでねで高円寺で路上もしたのでまあ、うん、あの住んでるということで高円寺だったんですねっていうことです、ね、そう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 ,そうあとまあ何より富士山一緒にそうなんだよねピトシさん来れなかったんですけどねえー、メンバーがコニん、えー、マネージャー,ー,ジャーはいで友人と僕森岡です、はい、そうですよねいやなかなかのきつさでしたけれどもでは 行くままででさあんり興興味味ななかかっったたしょす正直俺もそこまで登ったことなかったんですよね頂上までは5合目までは車で行けるんで全員が初めてそう全員初めてであんまり興味なかったでしょ僕ね「登って下る」ってなんだと思ってたんです意味分からない意味が分からないと思ってたんですけど俺が嬉しかったなと思ったのは 行ったらやっぱりその朝日とかめちゃ綺麗なんですよであれはでも運が良かったんですかすごい相当運がいいと思うああやっぱりその日によっては全然もうあの見えない見えないどころか雨降ってて本当それああそれこそあの何しに来たんだってもう本当修行だよね山の上まで雨に打たれながらガンガン登ってとりあえず山頂着いて一息ついてまた雨に打たれな帰るみたいなのもあるからああそれに比べたらもうあんなに雲一つない天気ではいはい もう綺麗な朝日が見えたじゃん綺麗な雲の中からね、うん、頭が顔を出してあれは相当やっぱり運が良かったんだと思うんだよねいやあの景色を見たら、うん、登る意味はあるなと思います、ね、そうやね、はい、だから勇心があの桜花見とか嫌いじゃんそうですね花火も意味がからないん、はい、そうですね であの富士山っていうのもそれの一つになるんじゃないかなと思っていやーちょっとね山登り、ね、登るの嫌いじゃんって <laughs> でも延長線上はそうではあるかもしれないですね、うんうん、だからまあなんだろうね風流じゃないけれどもそういうものがなんか楽しめたらいいなと思ってあの企画をやったんだけれどもはい、はい、そしたらあのそういうことをインスタの,あの背景だっけそういうのを返したりして。 あれは良かったなと思った、ね。いやー良かったですね。あんなに綺麗なんだと思いましたよ、本当に。しかも、頂上で、うん、頂上でその富士山の朝日を目の前にして、ラジオを放送するっていう、ね。<laughs> なかなか斬新な。これ確かにあのね、高円寺で売ってた、すごいね、なんかあの、ファンシーな、スイカの柄を描いた。あ,あ、T シャツね。T シャツを、はいえっと、コニ君とピアルクサした。ピアルクサして。そしたらなんか、アメリカ人かなんかわかんないけれども、もう、はいはい、はい。あの、ね、タンクトップ。 山頂にクソ寒いのにもう、ね、ブラジャー一枚みたいな女の人とタンクトップとも,もうほん当にショーパンみたいなズボンはいたアメリカ人がホッキ持ってこうやってふーって言ってたから <laughs> 一緒に写真撮ろうみたいなんでスイカスイカアメリカアメリカみたいな感じで写真撮ってたはいいやもうそれもいい思い出ですけれども、えー、今回は部署移動ということで番組は離れますが番組はどうなるのこれからリエクターはどうなるんですかそうだね 番組はねはい続くいや僕続くとしてして, <laughs> てそうなためなくても <laughs> 続くってしてる <laughs> もっともがいてる僕も続かないんだったらうわって,って番組続きます <laughs>、はい、あの聞いてる皆さんご安心してくださいあの番組は確実に続きますはいディレクターがねまたパワーアップします <laughs> はい今まで森岡さんがやってくださってたんですけどお二人になってくれる、ね、そうそう,そうでそのうちあの今日あの

コーディネーターだから。そうですよね。まあ一緒ブレンデン先生は一緒のあの寮に住んでたんですよ。え？そう,ですそうなの？はい、一緒の寮に住んでて同じフロアで仲良くなったんです。すごい友達歴が長いというか。うあもう長いですね。すねもう彼これ十年近く一緒にいます。はい。いやちょっとまたブレンデン先生に来ていただいたら嬉しいですよね。ねうん、ああのー、ここでちょっとすごい素晴らしい情報が入ってきたんですけれども。はい あの同定だということで。いきなりですか？え違う。いや同定は事実なんですけどいや素晴らしいことだと思いますよ。本当思ってます。同何歳の？今三十です。はい素晴らしいと。二次元が好きという。あじゃ二点五か。いや二次元は好きです確かに確かにおっしゃるように好きですね。なんかどうやったら別にあの卒業したいわけじゃないんだよねだけど。 いや、でも、機会があったら、もう、もう30の、その、境地を見れたので、はいはい。もう、い、まあ、もう、ほぼほぼいいかなーってそろそろ、<laughs> 墓場まで持っていこうかなってい。いや、そういうことじゃないです。そろそろ卒業してもいいかなーって感じです卒業してもいい <laughs> 卒業する方法を募集しようか。それはでも、女性に聞くべきですか男性に聞くべきですか うん、あ人によって違うからな <laughs> いやでもぜひ僕あれ確かに卒業する方法であったりとか何な,なら募集したいぐらいですね <laughs> えでもタイプの女性っていうのはじゃあ,あのその二次元じゃなく誰なんですかいや僕ショートカットの女性がすごい好きなんですよあ <laughs> 僕と一緒じゃないですかあ当ですかいやそうなんですよ僕<う>ショートカット大好きですよそうなんです こうまあ年齢、実年齢はともかく、その、上目な人が好きなんですよね。その精神的にも。お,<い>お姉さんみたいな,な。落ち着きがあるというか。まあ落ち着きがあったりとか、ちょっと頼れる人かとかみたいな。賢くて。そうなんですよね。甘えたい系男子。いや、そうなんですよ。あー。バイトは呪られたいぐらい。いや、本当そうですね。踏まれる、<laughs> あ、踏まれることは、まあまあまあ。踏まれる <laughs> 金杉はキモいです。金杉は金杉金杉か。金杉が金杉か分かんないな、覚えないと思う。なです、なです。金杉。なですね。はい。はい、覚えます。はい、じゃそんな金杉さんが。はい、あの、一生懸命頑張りますんで、ぜひぜひ、本当に、あの、いろいろ勉強させてください。よろしくお願いします。中田乳慎はよろしくお願いします。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 えー、森岡さんから今後に、このラジオ、アドバイスをください。はい。 音楽面、番組面人生面いろいろうんそうだねうんアドバイスねでもまあ番組面かな一番はねやっぱりいなくなっちゃうからうん俺は最初始めた時にねはいその、まあのー、マネージャーさんから俺の知ってるマネージャーさんから逸材がいると <laughs> はいはいトークうまいはい、はい、ギターも かなりいける、はいはい、そっから最初会った時は「はい、ん?」それね <laughs> 僕も初ですよ <laughs> と思ったんだけど、はい、今すんごいギターも上手くなったし話すのもすごいそのいろいろと周りを見て、はい、あの状況をなるべく描写しようとかそういうふうな意識もあって。 すんんごい成長したんだなと思うからえでもそ,、ね、それは、ね、森岡さんのおかげですよいやいや皆さん聞こえないけどこの高井さんの声は聞こえるじゃないですか、うん、皆さんにねでもこのスタジオのちょっと外にいるんで森岡さんの声っていうのは僕にしか聞こえないんですよでこのマイクに乗らないので森岡さんはこうやってこう僕の僕にだけ今のところちょっと説明した方がいいんじゃないとか言ってくれたりあとは編集とかね ししててくれたりりるのので、何よりあの森岡さんのおかげだと <laughs> え思います、まああとねえっとこれは番組じゃないけれどもユーシーはねあの恋愛はすんごいセンシティブだと思う。ラブソングを作ったりとかちっちゃなその恋心とかそういうのを表現するのはすっごいうまいと思うから、はい、そこはそこで長所として伸ばしてってあとはなんかそのラブソングじゃないところ。あ 例えばその、まあ、花火でもいいし桜でもいいしはい、はい、もしかしたらその秋の虫の,その音色とかでもいいと思うからそういうところがもっと興味持ったら紅白なんちゃう一回ね僕ね「マイライフ」っていう、うん、コ,ニーコニー君とかいろいろ身近にいてくれる男友達を思って書いた曲があるんですけどいいやんなんかあれみたいな、うん、やっぱそういう方向の歌もちゃんと分かりやすく書けないと駄目なんだなって最近思ってるんですよ。 なのでちょっと、あのーまあ、これからも、もしかしたら、あのー、いつも森岡さんが考えてくれてたそれ行け、有心の企画が続くと思いますのでそれで頑張ってラブソングじゃない曲もねいろいろ作っていきたいと思います、うんまあ。ラブソングはラブソングですごいいいと思うからはい、はい、それは想定でいろ、まあ、んな色が出したらより面白くなるかなと思います。本当 何もわからない僕に番組を担当させてくれてありがとうございましたぜひ、見守ってくださいこれはもう本当に聞いてくださいね。ぜひ、あの、違う部署になっても毎回毎回。はい。お忙しいと思いますけれども。はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします。ありがとうございました。中谷祐信のオールナイトニッポンモバイル。 最後は生歌歌歌でですす僕がいいいたをいをアコーースティックギターで弾ききりをしていきます、えー、今回選んだ歌は「えー、小袋さん風緑、えー」という曲なんですけれども、えー、森岡さんが最後ということで、えー、バラードを選ぼうと思いまして、えー、この曲を選ばせていただいたんですけれども、まあ、ちょっと僕の中であの大好きな曲でありもちろん、えー、ちょっと切なくなる曲なので、えー、ちょっと悲しいお別れが。 悲しいこのムード場面この回にぴったりだなと思って選びました聴いてください「風見鶏。何気なく」 交わした約束が心の道を照らすよあの日始まった物語の鍵となりどんな扉も開けてくれたてっぺんが見えないほど高い 「フェンスの向こう側へと」「夢だけ先に放り投げてよじ登り」「祈りの日を見つめていった」oh,「いつの日も」 深い風を探す風緑のようにまっすぐ時代と立ち向かい生きてゆきたい逃げ出さないように流されないように心に深く深く突き立てた <風>緑中谷栄心の「オールナイトニッポン」モバイル。 第61回目も終わりの時間です、えー。森岡さんが辞めてしまうということで、えー、皆さんには多分あのね、えー、どちらかといえばピトシさんの方が出演という感じでは伝わってたのかな。えー、ディレクターさんの声はあまり聞いたことない方が、えー、多かったと思いますけれども、僕の横にですね、毎回ずっといてくださってて、えー、本当に悲しいんですけれども、新しい金杉さんという方が、えー、僕を担当してくださるということで、 英語とかね、中国語とかね、これからあのー、多分、もっとブワーってくる、どっちもブワーってくるものだと思うので、えー、教えてもらいたいなと思います。あとは、なんだろうな、えー、二次元の素晴らしさとかね、教えてもらいたいなと思います。僕、漫画は大好きなんで、本当に。漫画は大好きなんで、えー、アニメはあんま見ないんですけれども、えー、ちょっと漫画を教えてもらおうかなと思います。そしてお知らせがございます。音楽劇、マトヤ曲。 7月7から、えー、7月29、えー、東京の文化村シアター国にて、えー、ありますのでぜひ皆さん見に来てください、えー、公式モバイルファンクラブもありますアイシングユーシングホームページをチェックしてみてください、えー、そして番組にメッセージをください受付メールアドレスはユーシンアットマークオールナイトニッポンドットコムユーシンアットマークオールナイトニッポンドットコムたくさんのメッセージと、えー、金杉さんの、えー、童貞を捨てる人だろ メールをお待ちしております。<laughs> えー、来週は、えー、ミュージシャンのお友達、ウェイボーさんがゲストに来てくれます。えー、聞いてくださいね。中田入信でした。バイバイ。